を確認。敵はすでに攻撃態勢に入っています。艦長、戦うしかありません。了解、スタビライザーをロック。戦闘モード技術チェンジ。各乗組員、持ち場につけ。艦長、遠距離での砲撃に注意してください。レーダー表示します。敵タイプレーダー表示。準備完了。解除、通常航行に戻ります。 VP が上昇しました。やあ、君か。UHK 司令部によく来てくれたな。早速だが、今日から君を宇宙戦艦ウィルの艦長に任命する。分かっているとは思うが、今の我々の状況を説明しよう。我々ノアが地球を失ってから、この宇宙空間に居を構えて数百年になるが、それももう限界に来ている。空間に点在するノアのステーションおよびスペースコロニーの許容量はすでに 200% を超え、新たなる居住地もしくは宇宙資源を探さなければ、もうノアに未来はなくなるのだ。しかし問題はケアスだ。この宇宙にはケアスという連中が存在し、奴らは我々に対し何の理由もなく攻撃を仕掛けてくる。そして厄介なことに、未だにケアスはどこからやってくるのか、我々はつかめないでいるのだ。さて、そこで君の使命だが、我々ノアが永遠に存続するために、次なる惑星を早く見つけ出すこと。そして、我々の目的の邪魔をする宇宙の敵、ケアスからノアを守ることにある。さあ、早く出発してくれ。行く先々にあるノアのステーション、もしくはスペースコロニーは安全だから、休息を取ったりエネルギーの補給をすると良いだろう。それからフィールド画面とブリッジ画面はバツボタンで切り替わる。通常航行はフィールド画面でした方がいいだろう。それじゃあ、宇宙平和のために頑張ってくれたまえ。了解しました。ウィルの艦長としてノアの未来に頑張ります。艦長、私がこの船の副長を務めるシンラーネーニャです。UHK 訓練校を特 A で卒業し、この任務に就きました。よろしくお願いいたします。ウィルのパイロットを務める仙道優子です。私は長年パイロットをしておりますが、今回
ウィルに乗れることを大変誇りに思っております。メカニカルオペレーターのマルチニ・メカフェッチであります。自分まだ若いですが、宇宙飛行士としての経験は十分積んでます。船外のミッションなら任せてください。通信オペレーターのユー・ヤローンです。ウィルの女性クルーの中で私が一番年上です。人生経験も一番積んでいると思われます。私はレーダーオペレーターのミルカ・メイローです。仕事は一生懸命がモットーです。子供扱いはしないでください。よろしくお願いします。お前さんがウィルの新しい艦長になるのか。わしは宇宙考古学者のドク・ヘクーズじゃ。知っとるか、我々ノアが地球を失ったのは21世紀という時だったこと。まあそんなことはどうでもいいことかもしれんが、過去はすでに終わった未来であり、未来はまだ終わらない過去なのだということかの。私はコンピューターのサブローです。皆さんのお手伝いをします。どうぞよろしく。以上、宇宙戦艦ウィルのメインクルー6名、本日より艦長のお供をいたします。艦長、艦長。艦長、艦長、聞いてるんですか？艦長、起きていますか？やだな、艦長、寝てらしたんですか？艦長、電子メールが届いております。だって仕事してると腰が痛くなるのよね。宇宙って孤独。早く進もう。ドーン、異常ありません。レールを充填します。了解、エコドライブ起動。ラダーエネルギーを落とし、メインエネルギーの消費を抑えます。Yeah!
スタビライザーをロック、戦闘モード技術チェンジ。各乗組員は直ちに戦闘準備。わしゃ戦闘はスカン。レーダー表示します。敵タイプレーダー表示。準備完了。解除、通常航行に戻ります。 VP が上昇しました。長距離レーダーに接近中の未確認物体を捕捉。艦長、いかがいたしますか。ナイス。アイテム種類は不法のようです。現在のところ詳細は不明です。回収アイテムを格納庫へ転送しました。解除、通常航行に戻ります。 VP が上昇しました。